今回は JJ 桜井の現代の量子力学の正末にある演習問題としまして、今回は一章の6番目の問題をやっていきたいと思います。これチャンネルではオンリー・コー大学生向けの物理や数学の演習問題などを扱っておりますので、よろしければチャンネル登録などよろしくお願いします。え今回の問題はすご,すごく短いので、回答も短いので、すぐに終わると思います。はい。えー、問題文読みますと、1ケットと J ケットは、あるエルミート演算子 A の固有ケットとしましょうと。 この条件下で、えー、i ケットプラス j ケットも演算子 A の固有ケットとなり得るかどうかを調べなさいという問題ですね。えー、固有値固有ケットの関係なので、まあ、例えば、I、A という演算子に i を作用させると、まあ、なんか固有値 Ai を出して、I があまあ、固有ケットは変わらないよという状態ですね。なので、まあ、こういう関係式が成り立ちますよというふうにしておきましょう。でこれに対して、こいつを作用させるとどうなるかといいますと、 線形性が円算子には線形性があるのでそれぞれに対して作用させればよいのでこんな形ですね。よって一般には固有値一つでくくって何か何でしょうね何がしみたいな形で i ケット足す j ケットっていう形になったらこれが固有ケットになり得るんですが今回は一般にはそういうふうになり得ないですね。ai と aj が違ったら。 でも、もし、ai と aj が一致している場合は、つまり宿題しているときは、同じなので、同じものとしてくくってあげると、先ほどと同じような I、i ケット足す j ケットという形になるので、これが一般にこういうケットと言えますね。よって、こういうときのみ、こういうケットとなり得るというのが答えになります。はい。で、まあ、コーヒーブレイクとしまして、えブラとケットは、無次元は何ですかというと、まあ、無次元という感じですね。はい、今回の動画は以上になります。 えーまあ、皆さんはどのように解いたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。